今日はなんだかとても星が綺麗。ネバーランドで見た星たちとどっちが綺麗だろう。ピーターパンやティンカーベルは今もネバーランドを飛び回ってるのかしら。こうやって星を眺めているとあの冒険を思い出すわ。さあネバーランドへ行こう。一緒にフック船長と戦おう。うん、わかった。こうして私の楽しい冒険が始まったの。あれは子グマ座。尻尾の先にあるのは北極星といって、いつもほとんど真北にあるから北の方角を知ることができるの。僕が目印にしてるのもこれだよ。北極星っていうのか。見えてきたわよ。さあタイガーリリー、次の星だ。星を集める呪文をまた唱えてもらおうか。もう嫌よ。何よ。やいやい、フック船長がこうおっしゃってるんだ。さっさとやらに行け。フック船長、勝手に星を取っていいと思っているの？星がなくなったら船長だって困るでしょ。どうして？星座がわからなくなったら海の上で自分たちの居場所がわからなくなるでしょ。船長も星座を道しるべに使ってるんでしょ。娘を助け出してくれて本当にありがとう。感謝している。私なんか何も。ピーターパンが活躍してくれたおかげです。ありがとう、ピーターパン。僕にかなうやつなんかいないのさ。わかったわかった。どうした、仲間外れなのかい。かわいそうなティンカーベル。待て待て、逃げなくても大丈夫。お前に相談があってやってきたんだよ。そうそう、俺たち優しい海賊でいい。ああ、お前の気持ちは分かってるさ。ピーターパン、あれは何？海岸の方がなんだか明るいわよ。あの光り方は、まさか。でも、もしかしたら。粉だ。ティンカーベルの妖精の粉を海賊船に振りかけたんだ。こうして私たちは星を取り戻したの。どうだ、参ったか。覚えてろ、次は負けないからな。うわ、チクタクワニだ。こうしてネバーランドの星たちは無事に元に戻ったの。それが私のネバーランドでの冒険。それでおしまい。さあ、そろそろ寝なきゃ。ウェンディ、ウェンディ、
ピーターパン。大変なんだ。フック船長のやつがまたとんでもないことをしでかしてるんだ。一緒に来てくれないか。どうやらお話はまだまだ続くみたい。